わざわざ来てあげたんだからありがたく思いなさい。私に夏を満喫させるため、お前は私の下僕となるの。さあ、私に夏を感じさせなさい。着替える気なんてないわよ。だってこの水着、皇后様にお褒めいただいたんだもの。さっさとよこしなさい。お前が溜め込んでるの知ってるんだから。あ、まさか私にだけ惜しんでるんじゃないでしょうね。差別？夏はいろいろ物入りになるのね。でも今の私に手加減をする優しさはないわ。お前も躊躇なく私にリソースを投入しなさい。いつか返すから。そろそろやめたくなった？おあいにく様、ここまで来たらノンストップよ。人間の都合なんて関係なく吸い尽くすのがお前たちの言う吸血鬼でしょ？違う？はあ、愚かね。本当に愚か。愚かって意味わかる？お人よしのバカってことだからね。ここまでいいように吸い上げられたのに、何満足げに笑ってるんだか。ああ、もう、私は皇后様にぞっこんなんだから、お前に気を使うなんてありえないの。こうなったら、とことんこき使ってやるわ。私の顔を見たら、震え上がるぐらい、たっぷりね。私はこれまでと同じように、ただただ皇后様のもの。お前たちみたいにフラフラしないわ。曲がりなりにもマスターなんだから、お前は私を正しく使う義務がある。そして今の私は夏を満喫するための霊気だったら、お前は、そう、論理的に言って私に夏を楽しませるのが仕事の下僕ってことになるわね。うろんな聖杯に興味なんてないわよ。ま、皇后様に関わることであれば話くらいは聞いてあげるわ。この槍は夏の魔物を撃滅するために皇后様より貸し与えられたもの。その魔物が何なのかはよく知らないけど、とにかく恐れる必要は全くないわ。断末魔を響かせるのみよ。夏の魔物って、そのナンパ男とか浮かれた気持ちとか、そういうのなの？だとすると皇后様は私がそういうものに襲われることを気にかけてくださったということで、つまり大事にされているということで。マスターに限ってとは思うけど、たまに気候に走るものね、お前。夏の魔物に飲まれることもあるでしょう。不審な動きをしたら容赦なくぐっさり行くから用心なさい。手加減してもらえるなんて思うほど能天気じゃないわよね。
人間の文化に興味は全くないけれど、舞は別。小鳥だってトカゲだって踊るでしょ。だからまあ、愛する人の前でなら見よう見まねで舞うことくらいはあるわよ。今度ちゃんとした舞を見たい？アホめ、言うたであろうが、我がそれはただ愛しき皇后様に捧げるためのもの。過ぎた望みはその命が代償となろうぞ。って言いたいところだけど、結局サーヴァントとマスターだし、魔力供給あった方がパワフルに踊れるし、皇后様に送っているのを遠目で見るくらいなら、まあいいえ、別に許可はしないわ。勝手に盗み見るのなら仕方ないという意味よ。でも気分によっては目をつぶすかもしれないから、その辺のリスクは考えた上で覗き見しなさいよね。あと感想とかは間違っても私に言わないように。今さら恥ずかしいじゃない。この衣装、もちろん皇后様が望んだから、つまり愛ゆえの水着ってこと。何をジロジロ見ているの。マスターといえども殺すわよ。私は全力で夏を満喫するわ。あなたは先輩孝行と思ってサポートすること、いいわね。